よろしくお願いします。お名前は石井です、はい、前回も、はい、右足に全部残っちゃう、はい、体重が残ってしまうと、はい、はい、まあ、基本トップすると、はいはい、じゃあちょっと打ってみましょう。まあ、ああいう感じですよね、はいはい、典型的な重心がかかとに来ちゃうタイプなんですよ。でトップから左足のかかと方向に来てしまうので体重がもう多分コース行ったら多分フィニッシュ取ってないです。あ、はい、多分コース行ったらあそこまでもひたすらもう打って終わってる、打って終わるって言われません、周りに言われます。フィニッシュ どうしても取れないですよね。そう、もうまさにそうなんです、はい、もう左にしっかり踏み込みが全く作れないんですね、はい、で一応練習されてきたんですね。練習して、はい、はい、できるようになったんですけど、はい、それからちょっとスライスが出るような、なるほどなるほど、あとはシャンクが溜まってたりするので、はい、じゃちょっとじゃあ打ってみてください、はい、スライスとシャンクが出ちゃうわけですね、はい。あ、まあ、今のも、まあ、シャンクっちゃシャンクですもんね、うん。まあ、今のはまあ自分的にはまあまあ満足な感じですか、はい、なるほどなるほど、うん、なるほど。まあでもまず一つ言えるのは先ほどの方と逆で構え満遠いんですね、はい。まあ、ここまでじゃないですよ、はい、でもあんだけ遠いと体重がつま先にかかりすぎてしまうのでダウンスイングもすぐ前行くんですよ、大げさに言うと、はい、で今見てるとダウンスイングかなり前に行ってるんですね、はい、だからこっちに残ることはなくなったかもしれないけど逆に前に行っちゃうのでもう前通っちゃうんですよ、だからシャンク出るんですね。そう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 、だからもうちょっとスッと立った方がいいです。ちょっと見ててもらっていいですか、はい、例えばこう歩いてきて、まあ、自然な状態でこうスッて立つのと、はい、なんかもうなんか気合い入ってなんかどっか力んでんなって感じしませんか、はいはい、もうちょっと楽にこう立ってバランスをちょっと意識して立った方がいい。あまりにも縮まりすぎて前にかかってます。で前にかかってうまく当たってる時はなんとなくバランス取れてるんですけど、シャンク出てる時は上げながらめちゃくちゃ前行っちゃってるんですね、はい、でそのまま振るもんだからクラブがすごく前から来るんで当たった時は引っ掛ける、悪い時はシャンクで出ちゃうんですよ。だからまずもう少し距離を取って、で特にこの目とボールとの距離感をこう変えないように、ここで何時間でも立ってられますっていうバックスイングしたいんだけど、今バックスイングしたら多分もう何時間も立ってもすぐ足つっちゃうと思うんですね、ぐらいバランスが悪いので、ちょっともう一回いきましょうか。はい、だからシャンク出るってことは絶対に前に行ってるんですよ、はい、じゃあ前に行ったらシャンク出るに構えるんです。もう少し近づいて、でそうで軽く膝曲げて、すごい近く感じるでしょ、はい、前に行ったらシャンクしますよ。はい、打ってもらっていいですか。でその方が全然スイングバランスいいんですよ、はい、でもこんだけ自分で近いと前に行ったら空振りする感じになるじゃないですか。でもあんだけ遠いと無意識に行きたくなるんですね。そうすると体重は残んないまでも逆に前に突っ込んでいっちゃうから、左引っ掛けたりシャンクしたりってなるんで、もうできるだけバランスよくもう少しスッと立って、体が突っ込んだらシャンクしちゃいそうだなってアドレスで思わせとかないと、届かねえから届かせに行かなきゃってアドレスしてると届きすぎた時にすぐシャンクするんで、だからその構え方にまず慣れて、でそのまま振ってもらっていいですか。そうそうそう、その方が絶対バランスよくフリースイングできるんで、そう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 。だゴルフってこう、まあ、普段こう4時間プレーしてる間で打ってる時間って2、3分なんで、歩いてるのをベースにこうさささって歩いてきて、この歩いてる流れでさっと立ちたいんだけど、うーってこうなるともうすごい気合入ってる感じになっちゃって、気合入れたら球よくあんま良くないんで、変な話ね、もっと自然体でスッと立っていつでも何時間でもこの体勢で立ってられますよって構えをしたいんですよ。おそらく最初の構えだともう途中立ってられなくなるぐらい結構無理して立ってるんですね、はい、それによってスイングも無理になるんで、はい、もう一回いきましょう、はい、もうなんかもう自分の中で棒立ちぐらいでいいです。で近く感じますよね、はい、もうちょっと立ち近くで、で体もっと起こしていいです、はい、で前に行ったらボールの前に行きますよね、はい、はい、打ってもらっていいですか。そうでちょっとでも前に行くと今みたいにダフりますけど、はい、とりあえずできるだけ自分の中で距離を変えないようにまず打つと、もう一つと顔もっと上げておいていいです。はい、そうです、もっと顔上げていいです。 OK、
だからちょっと前に行く、前に行くのが癖になってるんですね。はい。そうそう、あ、だいぶいい、だいぶいい、だいぶいいです、だいぶいいです。うん、だいぶいいです、だいぶいいです。はい。だからまずは構え方をすごく意識して、で、一つ言えるのは、あんだけしゃがんでると、まあ、来角って言って、もう、かけるとここ、満浮きで、こういう状態でもゴルフやってるんで、ほんと、球こう左引っかかっちゃったりしますから、自分の中ではもう、実際ちょっと浮くんだけど、ソールをちょっとピタッてつくぐらい気持ちで、ちょっとこう、ハンドアップぐらいの気持ちで構えてた方が、はるかに振りやすくなるので、ちょっとアドレスを変えてみてください。はい。ということでよろしいですか。はい、ありがとうございます。はい、